本日のテーマは後ろ向きなことは言わないということで、こんにちは、白部猿です。前回の動画がフラグとなりまして、おまけにその後光学ドライブの故障も発見されてしまいまして、インテル8世代から11世代への交換作業をやっていきたいと思います。交換するパーツは先ほど静止画でお見せした通りで、まあもうフル特快な感じですね。逆に残すところを言うと、8テラのハードディスクとカードリーダーで、まあ残すというよりも流用ですけど、 CPU ファン、まあファン類ですね。あと USB の増設の PCI ボードも、あとメモリー4枚もキャリーオーバーですね。2333かなんかで今の最速の規格よりはちょっと低いんですけど、十分使えるので64ギガ、これをそのまま移植すると。で、あとはメインの SSD512GB とサブの SSD270GB かな、変な数字なんですけど、それのみを残して、あとは全特快ということをやっていきます。どうなんですかね、私は YouTube で自作 PC 系の動画一切見たことないんですけど、まあ多分大量に存在してるとは思うんでね、端折って端折っていきたいと思います。光学ドライバーも絶対壊れますよね。中でも長く使えたと思うんですけど、最近ほとんど使ってなくて、合計まあでも9年使ったのかな。最近はもう基本的に配信とかね、自分で昔圧縮した動画とか見ちゃいますからね。 DVD 持ってんのに配信サイト見ちゃうとかね。ちなみにこの光学ドライバーですね、このトレイがもう使用3年目ぐらいで出てこなくなったんで、毎回ここの緊急の穴にぶっ刺してパキッて物理的に取り出して手で開閉してたんですけど、もうメインのモーターが完全に回らなくなってましたね。去年末とかに一回使えたんですけどね。 USB 増設のやつです。これも Amazon で買ったよくわかんないメーカーのやつですね。まあ一応問題なく使えてます。部屋の模様替えとかもですね、今静かでしょって言ってもわかんないか、ピンマイクなんで。部屋の模様替え、水槽の場所の変更とかですね、いろいろ重なって作業してるので、もう鼻炎がやばいですね。ハウスダストによる鼻炎がめっちゃやばいです。CPU ファンだいぶお掃除きれいにしましたんで、これいいですね。サイズっていうところのなんだっけ、頂点とかやつなんですけど、そんなにミドルグレードのやつなんですけど、もう私にとっては十分いかついと。これでもクーラーつけるのが結構難しいんですよね。キャップが取れねえぞ。取れた。うマジで固着してましたね。なんかありましたね。これ何用だろう。こういうやつ用かもしれないですけど、ちょっと量多いか。なんかこれ、パソコンのグッズのような気がしますね。いつどこで買ったのか覚えてないですけど。ちなみに今日のカメラ構成は、静止画担当がルミックス S5、 動画が G9 Pro という状況でございます。いかれてるんですよね、足が。これ押すだけでいいはずなんですけど、戻ってきやがるんですよね。こんなですもんね、今ね。ちょっと覚醒の感ありますよね。これに全部 Windows とかアプリとか入ってるわけで。で、今回こいつですね、世代が変わって、しかもそのまあこのなんだっけ、アーキテクチャが LGA1200 の Z590 チップセットか。それだと普通のあの M2のところに加えて CPU 直結のところがなんかあるんですよね。でしかもここヒートシンクがつくっていうことで、これをつけろって言うんですよ。すごいですよね。一応シールみたいになってんだ。普通にこいつを刺して固定するときに一緒にとも締めするのかな。なんとかなりますけどね。よし、 SSD が OK と。
とくかな。じゃあまずはこのプライムの TX650 つけちゃいましょうか。電源ユニットすごいですよこれ。垣間見るのがなんかもうね、オーディオの高級オーディオの電源みたいな感じですね。ヒートシンクとかコイルがでかくてなかなかいい感じです。よし、電源がつきました。ちゃんと入ってますね。ちょっとここはタイトですけど、先に光学ドライブつけちゃおうかなと思いますね。やっぱりこういうとこがね、マイクロ ATX は大変なんですよね。やりくりが組んでいく順番みたいなとこがね。はい、ではこれでだいたいグラボ以外のところはほぼセットアップができました。あとはグラボとその電源、補助電源ですね。でまあ期待されたこの PSU ですけど、まあやっぱりねこういう極太のやつとかがあるので、まあ、マイクロ ATX ですと結構やっぱり手狭というか窮屈な感じは否めないですね。では RTX3060 かなの中で一番安いやつですね、まあ、ここの長さが短いのでまあいいかなと。安いし、まあでもこっち側あんまりね飛び出ても特に問題ないですね。というか CPU ファンとなんか干渉するっぽいな。マジでこの変なパネル取り外さないとつかないかもしれないですね。はい、それではですね、 CPU ファンの取り付けミスがありまして、直しました。大変でした。ようやくグラボですね、取り付けていきます。よし、あとは最後の補助電源ですね。よし、完了。動作チェックしますか。さあどうかな。映像が出ない。出た。電源が切れた。おっと、起動が始まったか。
なりブルースクですね。はい、皆様おはようございます。一晩経ちまして、一応稼働しているように見えるんですけど、これはまだ仮の姿であります。ちょっととりあえず2台のカメラのメモリがいっぱいになっちゃったんで、吸い込めるうちに吸い込んでおこうと、そういうことでやってるんですけど、いやなかなかですね、自作 PC 史上最大の難関かもしれないですね。今こんな状態なんですね。この買いましたですね、 Core i7-11700K というのは、基本的には高消が 3.6GHz かな、クロック周波数なんですけど、一応K がついてるのでオーバークロックできるっていうことで、最大は 5GHz って言ってるんですけど、もうなんかね、普通の BIOS の設定でなんかもう頭打ち状態になってるんですよね。温度は別に高くないんで、いいとは思うんですけど、前使ってた 8700K も、こんなに常時じゃないですけど、時折その上限のターボブーストっていう機能で設定した上限まで当たってるってことはちょくちょくありました。で、こんな感じで低く推移してるんですけど、でどうもですね、昨日からいろんな切り分けをずっとやってるんですけど、今のところどういう組み合わせをやっても不安定なところは変わんなかったんですね。で、今これどういう状態かっていうと、 Windows 11をクリーンインストールしました。グラフィックボードがない状態で、外した状態でオンボードの CPU の GPU を使って、なんとかインストールは比較的スムーズにいくんですね。で、こうやって一応使えてるんですけど、やっぱりね、ブルースクリーンが多すぎるんですよ。ちょっと負荷かけるとすぐブルースクリーンになる。そのブルースクリーンになって強制再起動になった時の挙動もなんかちょっとやっぱおかしいんですよ。 2,3 回 BIOS が呼び出されてからやっと上がってくるみたいな、非常にもうこれじゃあどうも使いようがないと、実用に耐えないということで、安定化させるために今回手を入れてますから、これじゃあまるで本末転倒もいいところっていうことなんですね。で、なので丸ごともう部品元に戻して、今回の作戦を一時中止するという選択肢もあるんですけど、今まだ勉強してます。で、さっきね、このカメラの取り込みをずっとやってて、やっぱりこれが7%とかで止まっちゃうんですよ。で、小刻みに小刻みに何度も何度も繰り返してやってるんですけど、今なんで36までいってるかっていうと、ちょっと BIOS でメモリの設定いじったんですね。で、どうもね、今回のこのギガバイト、信頼してたんですけど、 BIOS の初期値がかなりなんかイケイケな感じになってるんですよね。みんなこう細かいのが、全然わかんないですけど、こんな細かい、みんな全部理解してる人多分いないと思うんですけど、大抵オート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 みたいな感じになってるんですね。で、その昨日さんざ2時半まで切り分けしてましたけど、で、その時にこの外部の GPU をつけてちょっとだけ安定したっていう状況があったんですね、クリーンインストール。それは何かっていうと、メモリ、これ2666のメモリ2種類使ってまして、ちゃんと2本1組で使ってるんですけど、これのですね、ヒートシンクがついてる方、あれを1枚差しにした時が一番安定したんですね。おお、これちょっとメモリとの相性問題かというような気もしてきて、でただこの4枚のメモリはこれまでの前の組み合わせで全く、全く問題ないとは言い切れないんですけど、ほぼ問題なく年単位で使ってこれたものなんですけど、ただこの最新のマザーからするとちょっとスペックダウンになっちゃうんですよね、メモリが。当然対応メモリなんですけど、ちょっと下がっちゃうんですよ。これ、ここですね。11世代なので、
上は3200から使えると。で、私は飲み盛り2666なんですね。まあ、緑よりもちょっと低いぐらいの、そういうメモリなんですよ。でも設定見に行くと、何でもなんかブースト系がオートオートってなってて、でさっきバイオスでメモリの理解できて変えられるところの数値を、この私の持っている2666のメモリの初期値っていうかね、所定値に変えたんですよ。分かるところだけ。で、それやったら、初めて今回の作業の中で、これはっていう安定感を結構醸し出してるんですね。で、なぜならば、そのバイオスでこの操作してる時も、モニターの点滅とかがね、普通にも起こっちゃってるんですね。だからもうハードウェアの何かの問題が起こってることは間違いないんですね。なので今ちょっとメモリを、まあこれでちょっと直ってもらわないとね、困っちゃいますね。後ろ向きなこと言わない約束で始めたこの第2弾なんですけど、まあもう第2弾どころの話じゃなくなってますね。まあただ建設的な気持ちはもちろん失いたくはないんですけど、使えなくなっちゃうんだよね、パソコンが。ちょっと引き続きどうしようかなと悩んでますけど、まああんまりあれやこれや買う方向にはちょっと行きたくないなと、そう思ってますけど、ちょっと同時に思ったのがですね、 LGA1200 っていう規格のうちの Z590 っていうチップセットですね。これのもうマイクロ ATX のマザーボード自体がもう数枚しか出てないんですよ、全社合わせて。で、口コミとかレビューとかもほとんどついてなくて、やっぱりもうちょっとね、マイクロ ATX が残念ながら終焉に向かってるんじゃないかなって、そういう気がしますね。そのだからマイニングとかもバリバリマシンパワー使ってやるじゃないですか。だからその自作パソコン自体がもうどんどんとハイスペック化の波に飲み込まれている気がしまして、ちょっとこれはもうそろそろノーマルの ATX に戻らないといけないのかなっていう気がしてきてますね。そうするともっといろんな人が参入していて、まあ、私みたいな永久初心者みたいなですね、いう人がちょっと困った時とかも割と手に入る情報っていうのがあったりするんですけど、今回本当にもうお手上げなんで、ちょっとその辺も考えさせられる一件ですね。はい、皆さんこんにちは。お久しぶりって感じなんですけど、ようやくですね、最後の切り札、追加購入させられましたメモリーが届きましたので、今それに付け替えまして、これまでに撮ったちょっと動画をですね、編集やってみようと思います。それで、まあ、これまでの経緯をちょっと、まあ、その後の経緯ですね、まあ、簡単にご説明すると、まあ、本当にですね、迷宮入りっていう感じの様子を呈している感もありましてですね、かなり絶望感も伴いました。でも途中もういっそのこと元のシステムに全部戻しちゃおうかなと思ったんですけど、まあ、やっぱり最終的にその犯人が分かんないと、まあ、返品するなり、再度売却するなりも大変じゃないですか。全部ジャンクで出したら大赤字になっちゃうんで、なのでもうちょっと頑張って前向きに行こうということでメモリーを買ったんですね。でそこに至るまでにいろんなもうありとあらゆる切り分けをいたしまして、でちょっと時間軸遡るんですけど、まあ、最初にこれを組んで、まあ、いろいろテストしてる間にグラフィックボードとメモリ4枚載せた状態で11をまずインストールしようとして、結局のところ11も10もインストールはできたんですよね、ギリギリで。めちゃくちゃ不安定なんですよ。でグラフィックボードつけるつけないとか、メモリを差し替えるとか、順番変えるとか、1枚差しにするとかでやっぱり状況変わるんですよね。だから引き続きマザーボード CPU、GPU で4枚のメモリ全部が犯人候補っていうことで、こいつはまずいなと思ったんですね。でただ、最終的にもうこのマザーボードを引っ張り出して、もう本当に最小構成でやってみたんですけど、やっぱどうもメモリがちょっとおかしいんですよね。メモリによって明らかにその症状が変わるんですよ。で4枚あるうちの、まあ、1枚だけマシなやつがあったんで、まあ、それでもう環境をなんとか構築することができたんですね。でその上でそーっとグラボも刺したら全然症状変わんないんですよ。でも一応切り分けのためにもともとのグラボを載せたりもしたんですけど、まあ、それでも変わらずブルースクリーンがめちゃくちゃ多いんですよね。
で特になんかちょっとした負荷をかけるともうすぐブルースクになっちゃう。でそのエラーコードはもうまちまちなんですよ。でそれが結局マザーボード CPU GPU 変えた状態でもキャリーオーバーされちゃってるっていうことになると、じゃあ引き継いだパーツ何ですかとなると、結局メモリってことになったんですね。じゃあやっぱりメモリが犯人だろうということ で今日までちょっとまだマシなですね、赤印つけたんですけど、私はこの UMAX 2枚と何だったっけな、聞いたことないパンラムとかいうですね、こっちのめちゃくちゃ高かったんですよね。こっち買った時の方が実系列では古いんですけど、これ3万ぐらいして、これ7000円とかなんですよね、後に追加で買ったんですけど。でも結局こっちの方が全然良くて、でただこの2枚でも1枚差しするとこっちだとなんか起動不可の時とかもあったり、でもこっちは割と安定してるみたいな、まあ、これまでのパーツ構成でのブルースクリーンの頻度ぐらいに抑えられていたので、なんとかこれで数日間食いつないでたんですよね。まあ、YouTube 動画2本ぐらい見るぐらいは持ってくれるみたいな。なので調べ物とか Excel の更新とかそういったこともなんとかできたので、こいつは使ってましたと。でちょっと前置きが長かったんですけど、まあ、それで今日届いた2枚のメモリー 64GB に変えて、これからちょっと、まあ、多分これで治ると思うんですけど、ちょっと編集していきたいと思います。あえてちゃんと切り分けするために、一時期というか一旦その原因の一つとしてハードディスクの処理落ちもあるんじゃないかっていうことを私言ってたと思うんですけど、まあ、それもまとめて改善しちゃおうってことで、一旦このフッテージ全部サブの SSD に置いて編集しようとしてたんですけど、あえてそれをハードディスクに移動して、まあ、これまでと同じ感じですよね、横着していた時と同じ状態にして、新しいアーキテクチャ、新しいメモリーでどうかっていうところをちょっとこれからテストしたいと思います。ちょっとこれで直んなかったらね、まあ、あとはまあもし今直んなかったとしたら CPU がマザーなので、まあ、電源ってことはないと思うんですよね。電源でこの微妙な症状が出るってことはちょっと考えられないんで、はい、まあ死ぬこと言ってないでちょっとテストしていきますね。とりあえず大丈夫ですね。今3、4分1本の結構長めのフッテージを編集してみましたけど、全く問題なしと。まあレスポンスについてはですね、そんなにもうスペック的には変わらないので、まあ、私もそんなに期待はしてないんですけど、可もなく不可もなくっていうか可ですね、可。めちゃくちゃ速いっていうのはやっぱりハードディスクに入れてるっていうのもあると思うんで、今のところはそこまでは感じていませんと。でこの1本フッテージ突っ込んでこの波形が全部できる時間も若干速くなってる感じはしますけど、劇的に速くはないです。はい、それではですね、若干の本末転倒というかですね、残念なところが本当に原因が分かったっていうかいうことがあったのでちょっとお見せしますね。このフッテージなんですけど、これ見ました？ちょっと巻き戻しますね、逆再生します。これなんですよ。少なくともその一眼で撮ったフッテージに乗るノイズってこれだったんですね。で今一つも手立てを施しちゃったんですけど、何やったかっていうと、まあ、先ほど申し上げた通り、検証を厳密にやるためにこのフッテージを全部ですね、このずらーっと並んでるフッテージを一度元のハードディスクに置いて編集をしようという今チェックをしてるんですけど、それを一旦 SSD に戻してみました。でも症状変わらずということで、今度はこの元のファイルを再生してみます。ほら見えました、これ。ということで、この少なくとも一眼のフッテージに最近乗るようになったノイズは、犯人は G9 お前かっていうことだったんですね。でこの G9 君は
最近、まあ、年末に導入したゼンハイザーの MKE400、 日本だとマーク2って言わされるらしいんですけど、まあ、あれを接続して給電した時に音にノイズが乗るっていうことを言ってたと思うんですね。で今も外部マイクで自分でバッテリーを持っているロードのワイヤレス GO を今つけてます。でなおかつこの G9 は、プラグインのバッテリーの供給の停止ができないんですね。 GH シリーズとか S シリーズと違って、まあ、その辺はちょっと差別化で、まあ、動画の機能をちょっと省くっていうコンセプトで作ってますので、基本的にはもう供給しっぱなしの状態になるんですよね。多分ねその辺がどうも喧嘩してこれとか MK400 のノイズになってるんじゃないかなっていう気がちょっとしますね。故障じゃないんじゃないかなっていう気がします。まあ、G9 愛用してる方結構多いんですけど、ガチガチにそれで動画もやってる人がいるかっていうと、まあ、なかなかちょっとそうでもなかったりするんで、世界的に見るといると思うんですけどね。少なくともちょっと私の答えはこういう症状が出ちゃうと。まあ、だからこの辺はちょっとその記録フォーマットの変更とか、あとはカードですね、まあ、またちょっと奥ゆかしい検証がの課題がここで生まれちゃったっていう感じはあるんですけど、まあね、GH6 も出るんで、この先は皆まで申すなっていう感じですけど、はい。なので、まあ、ただ BSOD ですね、ブルスクは明らかにメモリ、こいつらが原因だったってことはもうこれで確かになりましたので、今回の総括をもうこの時点でさせていただくと、本当大変でしたね。ここまで難航するとは夢にも思ってなかったですけど、まあ、何でしょう、その最初に感じたブルスクが多いというところは、まあ、思った以上にちょっと根深くて致命的なトラブルだったっていうことが分かりましたよね。それがまあ一番良かったかなと。でその11世代化するにあたって、まあ、最新のアーキテクチャを取り巻く環境とかで、例えばここに私バックアップ用に、まあ、クロート志向のですねレイドのハードディスクケース、結構俺発売古いんですけど、もう確か XP 時代からなんかから発売してるケースなんですけど、ハードディスク2台 SATA 突っ込ん で中でレイドっぽいのを組んで USB で接続するっていうのがあって、まあ、重宝してるんですよね。要するに玉付きで中で使ってたハードディスク古くなったやつを外に出してバックアップ用にするみたいなことやってるんですけど、それがですね使えなくなったんですよ。であらかじめついてるのが全部USB3.2 なんですよ。で唯一ここにこういうつなぎ方嫌いなんですけど、ここに 3.0 をサービスで出すカードリーダーの機能があったんで、試しにこいつにぶつ刺したらここだけは認識する、まあ、USB、まあ、上位互換完璧ではないなということが分かったりとかですね、まあ、あと、まあ、Windows 11の設定もだいぶいろんなとこ 見ざるを得なかったし、であと今回試したのがメモリの、Windows メモリ診断っていう、多分すごい UI からするにめちゃくちゃ古い機能だと思うんですけど、昔からある、まあ、それをかけることを覚えたりとかですね。であとはこういう難航した時のためにやっぱりちょっとパソコン一長羅っていうのは結構きついなっていうのが分かりましたね。要は何がパーツが原因がっていうのが分かりづらいんで、できれば検証できる環境は一つ用意しておきたいなとは思うんですけど、早速さっきメルカリで古いパーツは全部出品しちゃいましたけどね。まあ、あと今回その信頼のギガバイトにマザーボードメーカー戻したんですけど、だいぶバイオスのデザインとか変わっちゃってて、なんかすごいねマニアックになってますね。 CPU とかメモリのパラメータが多すぎて、最初そこが原因かなっていうことも疑ったりしてパラメータ下げてみたりとかしたんですけど、どこをどう下げるかとか項目が多すぎて、で前のアスロックのやつとかは割ともうターボブーストかけるのかけないのとか、どこぐらいまで上げるのみたいな、そういう割と初心者的な簡略化した選択肢ばっかりだったんで逆に分かりやすかったんですけど、なんかねちょっとゲーミングって名前がついてるからか分かんないですけど、かなりなんかとっつきづらいバイオスですね。まあ、ただでも今回はメモリが悪かっただけなので、基本的にはもうポン付けでデフォルトのお任せモードで設定で使えるとは思うんですけど、まあ、そういうところの最近のね状況も分かったかなと。で真の力はまあこれから時間をかけて確かめてはいくんですけど、まあ、エンコードとかもある程度は速くなるはずなので、まあ、ベンチの数値でいうと 1.5 倍ぐらいになるはずなんですよね。
まあ、費用対効果どうかっていうのはありますけど、まあ、今回ちょっと前の、ね、メモリがいかれちゃったっていうのが根本だったんで、まあでも本当きつらかったですね。ノイローゼになりそうでしたね。本当に20年 PC 自作してますけど、初の記録的な難航、この札幌に降り積もる雪みたいにですね、私のこう背中にズンズンズンとのしかかってくるような辛いパーツの入れ替えでしたけど、組み直しでしたけど、まあ結果おらいかなと。山なし、落ちなし、意味なし、やおいって言うんですよね。今でもやおいって言うんですかね。よくわからない PC 自作動画を終了いたします。またあんまりもうね、金銭的にはもうこのシリーズは来年以降に次回作を伸ばしたいと思いますけど、またなんかネタがありましたらやっていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。さよなら。